はい。正田醤油スタジアム群馬です。今日は2020年7月の11日土曜日です。今日は第4節ということで FC 町田ゼルビア戦がこの後行われます。久々の有観客です。はい、皆さんもいらっしゃってます。映っちゃ悪い方はいますか？ほらみんないるわということで、今日はですね、はい、ゼルビア戦行われますけれども、どうですかね、これが上がってる頃には結果が分かっているとは思いますけれども、今シーズンまだ勝ち点がありませんので、なんとかですね勝ち点3を、はい、今日は取りたいなというふうに思います。でせっかくホームで、でせっかく皆さんがですね、久しぶりに、来ていただいているという形になりますので後ろをサポーターが通っていきます。はい、収録中ですよ即ボイスの、はい、方でお送りさせていただきたいと思いますので、またあの試合が終わったら感想なども言いたいなというふうに思います。僕自身もですね久々にお客さんが入る状態で喋らせていただきますので、気合も入っておりますので皆さんの前でですねまた元気をお届けられるように、また画面の向こう側で応援している皆さんにも、こういった熱気とか、なんかその応援とかが、届いて、でまた画面の向こう側の皆さんに、届かせてもらって、でそんな感じでですね、また進めていきたいなというふうに思っております。はい、ではこれから試合になりますんで頑張るぞー、みんな頑張るぞー、おおあざすはい、皆様お疲れ様でした。第4節、ザスパクサツ群馬対 FC 町田ゼルビア戦が終わりましたが、0対1ということで、勝つことはできませんでした。悔しい、もう、ごめんなさい、毎回同じ感想になってしまって申し訳ないなと思うんですけど、前半ねビッグチャンスもあって、で、点が取れるかなという場面もあったんですけれども、そこで点を取ることはできず、今日も、0-0 のままね、行ったんですけど、後半の30分に、相手の高井選手に、ゴールを決められて0対1ということで、今日も勝ち点を上げることはできませんでした。これで4連敗という形になりましたけれどもね、なかなか、ちょっと歯車が噛み合わずと言いますか、今日もですねさっきちょっと、聞いたらシュートが2本ということで、さっきそんな話をしてたんですけれども、そのシュートの 50% が入って勝ち点1、100% 入らないと勝ち点3はなかったということで、やっぱりそれだけ、打ててないっていう形になってしまうとなかなか点が取れないかなっていうところもあります。で今日も、まあ、ポイントに挙げていた先制点っていうところですね、まあ、後半の30分までは 0-0 で、スコアレスで行ったんですけど、結果的には、先制点を許すっていう形になってしまったので、なかなかそのあたりはちょっと厳しいかななんていうふうに思っております。はい、でここから、アウェーが2つですね、5節6節と続きまして、次がアウェーで山形と、対戦をします。で次のホームは7節まで飛びますけれどもね、でツエーゲン金沢とのゲームが、ホームでは組まれているという形で、ここからアウェーが2つ続きますので、まだまだ辛い状況は、ちょっと続いている、トンネルが続いちゃってる状態ですけれども、まあ下を向いてても仕方ないので、前を向いて、みんなでまた進んでいきたいなというふうに思います。ただやっぱり、早く勝ち点が欲しいなというのは変わりませんし、そのためのみんなの後押しっていうものをまたね期待したいかなっていうふうに思います。
で今日はですね久々の有観客という形になりまして、でいろいろですねあの応援のスタイルも、まあ、変わってきていて、皆さんもですね試行錯誤の中での、ゲームになったかなというふうに思います。で、拍手が禁止されていたりですとか、あとはタオルマフラー振ったりっていうのも、できませんし、ちゃんと歌うこともできないし、歓声を上げるっていうのもね、なかなか大声を出すということができない中での、開催という形になりましたけれども、本当にこう一歩一歩、またね次の時代に向かって、進んでいると思いますので、ちょっともうちょっと我慢が続きますけれども、まあ、勝敗的にもその応援のスタイルっていうところでも、我慢しなければならないところもあると思いますが、みんなで協力してですね、後押ししていきたいなというふうに思いますし、どんな状況であれ、応援していこうと、後押ししていこうという気持ちには全く変わりはありませんので、そこはですねなんかみんなで一致団結して、そのね育っていくチームクラブを、見守りたいかな、支えたいかななんていうのをなんか今日、終わった後に思いました。はい、ただやっぱりね上昇気流だったりとか、その喜ぶっていう字のごとくですね、みんなでやっぱり喜びたいっていうのは思ってるので、なんかみんなでね、勝てるように、また勝ち点が取れるように頑張っていきたいなというふうに思います。はい、でまだ限界態勢続きますけれども、スタジアムでも、お待ちしておりますので、ぜひですね、また足をお運びいただければなと思います。今日の第4節 FC 町田ゼルビア戦は残念ながら0対1ということで、4連敗となってしまいましたけれども、またですね、次節、みんなで後押ししていきましょう。よろしくお願いします。ということで、ザスパ草津群馬、スタジアム DJ の佐山雄介がお送りする即ボイスでした。第4節の振り返りでした。バイバイ、またねー。